前回、砂漠に取り残された八神。果たしてこの先に何が待っているのか。動画を開始した瞬間で申し訳ないが、いきなりカットで砂漠から動画を再開しよう。あとは、よいしょ。まあ、一回雑魚敵倒しつつ、アイテム狙いつつ、よいしょ。お、来た。そっちか。悪くはねえんだけど、なんでそっち取っちゃったんだろう。これでバーって行って、一体でもいいから、待って。お化け倒しに来たのに、なんでジャビットくんに殴られなきゃいけないんだ。お化けが渡れないのちょっと面白い。上にジャビットくん行くんじゃないの。そっちが外れなのは分かってるから、ジャビット、ジャビット、ここね、クジラいたけど今回復する？ほら、クジラがいる場所だと回復するんだ。なるほど、来た。え、待って、取れねえのこれ。いや、その後のお化けのこと考えたら、な、ここら辺でジャビットくんから剣なりなんなりが出て、右側で出してほしい。ここ、お前から出ろ。ふぅ、出たけどもだな。そこにいる事実が変わんねえんだ。いいね、行くぞ。よいしょ。洞窟、よし。ここ未開拓だったんだよね、実はね。だからちょっと入るの怖かったんだけど。よーいしょ。その後は変わんない、あんまり周期が。はい。最後遅いのめんどくせえ。よいしょ。よい。あと2機しかないからね、ちょっと失うのはきつすぎる。はい。はい。オッケー。で、お化けが目の前にいるエリアだから、とりあえずすぐ逃げて、アリ地獄から下側かな。だから一回ここでパワーアップ取って、おっと、いいよ。ああ、出ねえ。ああ、そっちか。え、もう一回出た。敵いっぱい巻き込んだらアイテムになりやすいとかあるんじゃないの？ほら。で、うい。おお、お化けなんて怖くないって言おうとしたのに。アイテム出して、ちょっと勘弁して。勘弁しろって。おーっと、クジラがそこにいてくれるの超力強いな。クジラ、お前死ぬのでは。クジラー、ここら辺のギリギリのところでパワーアップ浴びてる。出た。もう一個あるじゃん。じゃあここで撃って、うわー、ないのかな、道。右はない。いや、まだある。ない。え、道あるよ。追い込まれてるもんね。どうやって行くんだ、あれ。または何かアイテムが足りない？また？
はい。もう最初のこいつだけは無視しねえと話になんねえから。やっぱあそこに行くにあたってアイテムがないのつらいよな。さよならクジラ。パワーアップずっと出てるわ。ういもしかしてさ、一節唱えてよかですか。お化けからもアイテム出るんじゃない。だから剣を貯めとくイメージよ。紙引いちゃうか。でもいて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 。ああ亀なくなってる。あちょっと待って、左側にクジラさんいますよね。クジラさん、おお。あぶねえ。いやでも言うほど言うよねえぞ言うよねえぞ言うよねえぞ。いや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 、下に何かがあるって確信がありゃ無理する時間かもしんねえけど、当たんねえしだな。おーっと、おお、もう一回来ちゃった。あーあと20秒。まあどの道死だから。うわあ、ダメだ。意味のあるシーンすらならねえ。でも、あそこだけ、プレイヤーに厳しすぎるんだよね。なんか、行かせたくない感じがプンプンとしてる。そう、あそこ以外はそんなことなかったのに、雑魚敵といい感じで中和して、やってたのに、あそこだけやたらめったら、お化け置くだけ置いて行かせないようにしてる感がすごいんだよ。あーしゃ、もっかいだ。お化けの配置が人を嫌う配置である。実は八神の読みは外れていない。この先にマップ最後の地である次の扉が待っている。あとはこのお化けの大群をいかにして抑えることができるのか、すべてはそこにかかっている。ただ、これでこっからお化け出たらもうダメだって。よく生きてたね、今。痛い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 、クジラ食いるよね、そこ。よい。お？とりあえず落ちとけ。できればここら辺で。おっと、それは来た。意味と価値あるよ。できる限り画面スクロール上引っ張って、カメ、抜けれる。ちょっと待って待って、わー抜けれた。抜けれんだよ。いや関係ないかもしれないけど、あそこ固執しよう。ちょっと気になりすぎる運びが。待って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 。やり返せるぜ。あいついねえもん。よいしょ。
よいしょ。よいしょ。カメさんか。うい。あ、待って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 。うい。まあ、一個ぐらい武器化するわな。弱い、打点が弱い。おお、雑魚敵出すぎじゃない？おい、おい、パワーアップ。できればここ、おお、いいよ。カメ一回スクロール上出して、来たんじゃない、来たんじゃない。ここに何が待ってるかだよ。またお化けだ。ここでお化けで死にましたわ。勘弁してほしい。また洞窟かよ。待って待って待って、とりあえず入ろう。ついにお化けの場所を抜けてたどり着いた新天地。このゲームは4ステージ構成となっており、次がついに最後のステージとなる。最後のステージの全貌とは。おおおおお、レスキュープリンセス。ん？ギリジャンってことでいいの？あいつどこまで下がってくる？うん、無限脇か。無限脇。ああ、なんかここは結構高めに飛ぶのね。待った、これ早めに行かないと。こうか、こう。当たんないよね。待って、飛んで撃てないから、飛んで撃てないから、これ大丈夫？あ、ダメ。うー、ラスト一機終わり。ここ、ウィブルーズベスパン。そこまで戻すかい。嫌がらせに近えぞ。いや、ありがてえけど、そこでパワーアップ出んの。ありがたいけども。あー。なんか出ない？カメさん！あー、カメさんってあわよくばアイテム化してて欲しかった。あ、いいよ、カメさんだ。おい。え、ちょ、待って。おい。で、画面の中に敵をいっぱい入れることで、カメさんラッシュを。終わったー。でもここは極論、ゴリれるときはゴリれる。ナイスナイス、ラストチャンス。だからギリじゃん、ギリじゃん、ギリじゃん、ギリじゃん。で、とりあえずここに、違う、あぶねえ。ちょっと待って。わー、合わしてくんだ、あいつ。いる場所に。余命は見えた。あとは行くだけじゃ。最後のステージを拝むことができた八神。しかしながら、最後のステージの進み方が未だにわからない。ここだけプレイできれば理想だが、それを望む場合はクリアグレードが一つ下がってしまう。そして八神は24分の戻し作業の上、再び戻ってきていた。おお、走ってきた。あ、バカ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 。一回こっきりチャンス。
からとりあえず、でも鳥も邪魔なんだよな。こうしてで飛んで出せねえから、もう相手がこのタイミングで、おお、どうしたらいい、最後どうしたらいいんだ、あそこに飛んでいいのか、倒してからあの足場に行って姫んとこ行けってことか。泣くぞ。なぜ死んでしまったのか念のため説明しておこう。最後の崖からジャンプをして渡ろうとした矢神、しかしながらこれだけの高さは落下判定となってしまい、主人公は倒れてしまったのだった。おかげで矢神はどのようにゴールをするのか、その経路がわからなくなってしまっていた。ワンチャンあるぞ。ジャンプジャンプジャンプからここに行くのまでは間違ってるとは思わない。で一回帰る。でこの後が制空権取る上で一番時間があるから、あぶねえ。で帰る。おーす、帰るのむずいぞ。よし、ヘルプ言うてます。あー、ジャンプボタン間違えた。何やってんだよ。こっちな。なんだ、あっ、ばっか。よし、いいよ。問題はこの後なんだよ。ダメだ、帰れねえって。だからなんなんだ。いる可能性あるところだからあんまり安心はできないんだけど、ただ一回跳ね返って引っかかってくれた後にそのまま見逃してくれることの方が多いから、一回全回復して、なるほど、少しずつ近づいていく。いいね。しかしながら人間とは怖いもので、一番最後の場所が見たくなると、いいね、いいね、手前の大事なことを見落とすものだ。はい、だからタイムなんだけど、ボスがいるところから左に押しながら落ちるとあそこの足場に着く説。なんか取ってねえよ。さあ、最後までたどり着くことができた矢神だが、このようにアイテムが揃っていなければどれだけ思考を張り巡らせてもそれを実現させることすらできない。しかしながらクリアは目前。どうなる矢神。次回最終回、次回最終回ってちゃんと言える回って素晴らしいなって思います。最後までお楽しみください。バイバイ。